墨田区上空から見た東京。画面右下から左上へ流れる川は、墨田川と庁舎展望室から南東方面を見た、東京の夜景21世紀の東京の断片、西新宿東京スカイツリー、レインボーブリッジ、渋谷スクランブル交差点、国会議事堂ギャラリーも参照のこと東京は日本の地名。関東平野の南部に位置し、東京湾に面する都市。 日本の首都機能がある。東京は日本の首都であり、広域的地方公共団体である東京都を指す場合と、特に東京特部のみを指す場合とがある。日本における政治、経済、文化の中心である。政治面では日本政府が本拠地としている。立法府である国会の議事堂、司法府の頂点である最高裁判所、行政府の長である。 内閣総理大臣の官邸、中央省庁外などは、いずれも東京の中心部である東京23区にある。経済面では、日本の株式上場企業の本社のほとんどが東京に集中し、近年では購買力陛下をもとにしても、東京都市圏の GDP は1兆5369億ドルであり、世界的な経済都市であり、代償基地でもある。文化面では、 例えば現在では千数百に及ぶ劇場、ホールライブハウス類があり、多数のアーティストたちが活動する場であり、ポップカルチャーなどの新しい文化の発信地でもあり、ミシュランガイドの星付きの飲食店の数は、世界最多で世界各国の食文化が花開いている場所でもある。東京は、日本各地、近隣の国々、世界各国から人々が観光に訪れる都市であり、 さらに東京に移住した外国人の人口は2020年1月時点でおよそ57万7000人で、一人暮らしや家族単位の暮らしをしている人々も多いが、移民外も形成されており、多文化共生、つまり様々な国の文化背景を持つ人々が仲良く暮らすことが、以前からそれぞれの地区の善意の人々によって進められており、近年では行政によっても、 積極的に推進されている場所でもある。東京のこれまでの童貞は決して平坦であったわけではなく、関東大震災や東京大空襲で焼け野原となってしまったこともあるのだが、戦後に復興のために膨大な努力をしたおかげで、現在では世界最大級のメトロポリス、世界都市となっている。東京は明治期にも課題が山積みの都市であったが、現在も 高い犯罪率、人口過密、通勤ラッシュなど、様々な課題を抱えている都市である。江戸幕府の所在地であった江戸という都市が1868年9月に、東京に名称変更されたものである。もともと、江戸時代の江戸の地には、江戸幕府すなわち政府が置かれ、徳川家の人々と老中らが政治を行っており、その一方で、京都にも朝廷があり、 天皇と大上官がいるといった状態の役割分担や二重構造があったが、1869年3月28日に京都に都としての位置づけを残したまま東京にテントされた。こうして東京は日本の事実上の首都の役割を担ってきた。その人口に着目すると、東京は1923年には関東大震災を経験し、多くの家屋が焼け、 東京市では人口の3割強が減少した。関東大震災を契機に地盤が強固な新宿を中心に繁華街が西側に移動した関東大震災の惨状その後1940年時点では東京23区の人口は約680万人まで増えていったのだが太平洋戦争により東京の住民は兵士や 他の地方の軍事工場の労働力として、召集されたり、疎開が行われたり、同戦争末期に米軍により、東京に対して100回を超える爆撃が行われ、ナパーム弾などの焼夷弾によって多くの家屋が焼かれ、人々が殺されたり避難を余儀なくされたことが影響し、人口減少が続き、太平洋戦争直後時点では、東京23区の人口は280万人まで、 減っていたとされる。太平洋戦争後には東京は目覚ましい復興を遂げ、人口は増え続け、2019年時点で東京都で約1300万人まで、また、いわゆる首都圏では3700万人まで増えた。その後も拡大を続けた東京は、ついには神奈川県や千葉県、埼玉県など、隣接自治体との間の切れ目もほぼ消失し、 周辺の都市と融合することで一種の巨大な都市圏を形成し世界一位の人口と GDP を要する世界最大のメガシティの中核的な部分ともなっている。この都市圏は東京圏とも総称される。また東京、名古屋、大阪が連携して生まれた東海道メガロポリスの一角もになっている。2016年時点の国際連合の統計では東京は 世界最大の都市と評価され近隣の自治体とともに世界最大の人口を有する都市圏を形成しているとされた。少子化の進行に伴い2050年には人口では世界7位に転落する見通しが立っている。2017年に日本の森ビル参加の民間研究所が発表した世界の都市総合力ランキングではロンドン・ニューヨークに次ぐ世界3位と評価された。 また2017年にアメリカのシンクタンクが発表した総合的な世界都市ランキングではロンドンニューヨークパリシンガポールに次ぐ世界5位と評価された2018年にイギリスのエコノミスト市の調査部門エコノミストインテリジェンスユニットが発表した2018年世界で最も住みやすい都市ランキングでは東京は7位だった2位メルボルン3位大阪 4位、カルガリー、5位、シドニー、6位、バンクーバー、7位、東京、8位、トロント。ドイツのインターネーションズ、2位、クアラルンプール、3位、ホーチミン、4位、シンガポール、5位、モントリオール、6リスボン、7バルセロナ、8ツーク。と続き、遥か下の26位にようやく現れる。 イギリスの人材調査会社エッサインターナショナルが2019年1月に発表したアジアの駐在員が最も住みやすい都市ランキングでは大阪、名古屋、東京が並んで5位。1868年に江戸から名称変更された。東京転倒を経て現在では事実上の首都機能を担っている都市である。場所は関東平野にあり、 東京湾に面している。東京という名称を用いる構想は、江戸時代後期の佐藤信弘の書にあり、大久保利道がその書の影響を受けつつ、東京とすることを権限した。名称1868年に、不正を施行、東京府となった。1878年に、伊豆諸島。1880年に、小笠原諸島を編入。 1889年5月1日には東京十国区を東京府から分立して東京市とした。1893年4月1日に東京府及び神奈川県教育変更に関する法律により多摩地域は神奈川県から東京府へ編入されてほぼ現在の東京都の教育が確定した。東京市は1923年の 関東大震災によって人口が増加した周辺の町村を1932年に合併し35区になった。地域は最終的には現在の東京都区部とほぼ同地域となった。1938年6月に内務省が東京都政案要項を発表し、1943年1月に政府が東京都政案を 帝国議会に提出し可決されたことを受け、同年7月1日に東京都政が施行され、東京府と東京市を廃止する形で東京都に統合された。35区は1947年3月15日に東京22区に再編され、同年5月3日の地方自治法施行により、同法の定める特別区となった。同年8月1日、 旧練馬町は他4村の区域が、板橋区から分離して、練馬区となって、東京23区となり、現在に至っている。現在、東京には23特別区、26市、5町8村の基礎自治体がある。人口は1316万人。東京とは、東にあるとという意味。江戸を東京と解消する構想は、江戸時代後期の形成化である。 佐藤信弘が文政6年に表した近藤秘策にすでに現れていた。佐藤は日本が世界に躍り出るためにはそもそも日本の守りを強固にする必要があるので、そのためにはとは江戸に移し、江戸を東京と呼び、大阪を最強と呼び、東京、西京、京都の三景にするという構想を記したのである。大久保利道が 東京と解消することを提案、大久保利道が佐藤の書に影響を受けて、江戸を東京と解消することを権限したという。1868年9月3日7月17日に出された、江戸を、称して東京と、試すの証書において、江戸の町奉行支配地域を管轄する東京府が設置されると定められ、以後、東京という名称が公式に用いられることになった。 こうして、東京と表記されることは決まったのだが、読み方については根拠となるような法令が出たわけでもなかった。東京が正規に使われたが、明治20年代前半頃は、漢音読みの習慣も残っていたため、と、受け絵の読みも少なくなかった。日刊新聞の発達により人々が情報を共有する機会が広がり、第一期国定国語教科書で、東京の振り仮名が、 東京と表記され、混在はなくなった。なお漢字については、昭和初期までは、東京という表記も混用されていた。この、京という文字は、京の遺体字である。京を使ったのは、中国の東京との混同を防ぐためとも言われるが、後に同じ字となった。名称の上では江戸は、東京の前市にあたりはするが、現在の東京の基本構造は、 江戸の基本構造がそのまま踏襲されているため、この記事でも概略を解説する。1727年に西欧で出版された、江戸の地図江戸は1590年、大田道館築城の江戸城に徳川家康が入り、家康による新たな構想に基づいて構築が開始された都市である。徳川家康が入った。 当時の江戸は雑木林や湿地が広がり小さな村のみがある、寂びれた土地で都市として発展させる上で大幅な土地造成が必要となった。豊臣秀吉に命令され小田原攻めに参加した諸大名は小田原城の壮大な総構え全体を堀や城壁で守る仕組みや海際の土地でも川から真水を引き入れ飲料水として用いる巧みな水道技術を目の当たりにした。 相構いという発想や仕組みを目の当たりにした、豊臣秀吉は、後に大阪城を構築するときに、商家、民家も囲む巨大な外堀という形で取り入れた。徳川家康が築いた、江戸城の周りには巨大な外堀及び、内堀が渦巻き状に作られており、南北、東西に水路が張り巡らされ、 内海や利根川にまで通じる水路が整備され、水運によって各地から江戸への物資供給及び、江戸内の物流を支え、また重要な交通インフラであった。江戸は江戸湾に面していて、特に海寄りの場所では井戸を掘っても塩気のある水が出てしまう飲料水には適さなかった。徳川家康は江戸に小田原の早川上水と同じように川から真水を引く、水道を作ることにし、 玉川から水を引くことを命じ、多数の人々が参加した壮絶な工事の末に玉川浄水が引かれたのである。こうして骨格となるインフラは、現在の東京まで基本的にはあまり変わらず継承されている。内堀は、現在も皇居の周辺を取り囲み、侵入者を防ぐ機能を果たしている。水路、運河は、現在も多くが残っており、 例えば、小名木川は、隅田川と中川を東西に結ぶ大きな水路であるが、昭和時代も重要な物流インフラであったのであり、現在でも、運河沿いの工場に様々な資源物資を運ぶのに使われているし、観光、遊覧船も行き来している。江戸城のお堀は1964年のオリンピックに、 合わせて都心に高速道路を通そうとした時にも道路を物理的に通すための貴重な空間として利用されたのであり、つまり時代を経て船が自動車に変わりましたが都市の交通を支える役割を果たしたのである。また玉川浄水は今も東京の水道局の現役の水道施設として活用されている。東京という都市が比較的うまく発展してきたのは この都市を最初に構想した徳川家康の先見性、大胆な構想力と細やかな配慮によるところが大きい。また、江戸の各場所につけられた名称、例えば坂の名称、丘の名称、町の名前等々等々は、その多くが現在の東京に至るまで用いられ続けている。江戸時代に作られた切り絵図に書かれている地名、町名、横町名等の多くが、 現在まで継承されている。紀待小欄は、文化2年の江戸日本橋を描いた絵巻。作者は不明。縦43.7センチメートル、横12.322メートルの長大な絵巻で、日本橋通りに連なる問屋街とそこを行き交う人物が国名に描かれている。1999年にドイツで発見され、文化分政期の江戸の文化を知る上で貴重な、 資料として注目された。江戸時代末期に、あたご山から眺めた、江戸の町々に広がる、屋敷の数々。細部を拡大してみたい場合は、この写真をクリックをしたり、拡大記号を押す。1868年から1943年まで、1868年に発せられた、江戸を、称して東京と、試すの証書により、 それまでの江戸府を解明する形で発足した。江戸を引き継いで発足したため、その範囲は、後の東京十五区とほぼ同じ範囲に限られていたが、1878年に、静岡県から伊豆諸島を、1880年に、内務省から小笠原諸島を、1893年に、神奈川県から多摩地域を引き継ぎ、この多摩地域の引き継ぎによって、 現代の東京都とほぼ同じ範囲にまで拡大した。東京市が大まかにわかる地図。中心の黄色に囲まれたところに東京市の十五区がある。その周りを五つの軍が取り囲む。三次の方向から半時計回りに南葛飾軍、南足立軍北豊島軍と与多摩軍北、多摩軍茨原軍1889年から1943年まで。 1906年に人口が初めて200万人を突破。関東大震災によって人口が増加した周辺の町村を1923年に合併。道路法施行令第8条の位置により日本橋の中央に東京市道路原表が置かれた。東京府は他の府県と同様1874年に導入した大区小区制が定着せず、 変わって1878年に成立した軍区町村編成法によって中心部に区を、それ以外の郊外には町村を置いた。この時中心部に置かれたのが東京十五区であり、その範囲は概ね旧止引き内に相当していたが、一部の範囲には変更が加えられている。その後、1889年の市政特例施行により東京府は、 東京十五区の区域をもって東京市を成立させた。しかし東京市は東京府知事が東京市長を兼務し独自の市役所も置かれず他方でそれまでの東京十五区にはそれまでの区役所や区議会が存続するなど変則的な姿勢となっていた。他の一般市に比べて都市化が進んでいながら他の一般市に比べて権限が 大幅に制限された、この姿勢特例は、東京市側、市民側からの評判も悪く、1898年には一般市政が東京市にも施行され、独自の市役所や独自の東京市長も誕生することとなった。その後、1923年の関東大震災などを減ると、東京市に隣接する東京下の町村への人口流出が加速した。 1932年には、こうした、隣接町村を合併し、いわゆる大東京市が成立、東京市には、東京35区が置かれることとなった。また、1936年には、木ヌ村、千歳村が、世田谷区に編入され、これをもって、東京市は、現代の東京都区部とほぼ同じ範囲となった。現代では、東京市は消滅しているが、東京市に、 一般市政が施行された10月1日が都民の日として記念日となっていたり、現在の東京都省が東京市省のものを引き継いでいたりと、現在の東京都のアイデンティティのルーツとなっている。東京市発足後、東京市を東京府と合併させる東京都政の構想は、たびたび政府や議会で論じられることはあったが、明治、大正期にあっては、 具体的にその構想が進展することはなかった。しかし、昭和に入り、日中戦争、太平洋戦争が開戦するに至って、戦時統制の一環として、1943年、東京都政が内務省主導で施行された。これにより、東京府と東京市は廃止され、代わって、旧東京府内、旧東京市内の区域をもって、東京都が設置された。 旧東京市内にあった区は東京都の直轄となり他の市町村が行使できる権限、権労の一部は東京市から東京都に移管された。従って東京都は他の府県同様広域行政機関でありつつも旧東京市内にあっては市役所としての機能も果たすこととなった。東京都政は戦後の地方自治法施行によって廃止されたが、 旧東京市内の区は特別区として定義され、引き続き他の市町村に比べ、行使できる権限が制限されることになった。よって、東京都政は若干の変更を加えられつつも、広域自治体と基礎自治体の機能を一部合わせ持つという基本的な構造は変わっていない。東京市の公営としての東京と東京都は、東京市と東京府が合併して成立したことにより、 公的に旧東京市地域を管轄する地方自治体として位置づけられており、旧東京市域には東京都長官が直接指定するための組織として特別区が設置された。東京府の公営としての東京都東京都は、府県政時代の東京府の性格も有している。したがって、東京都は日本の47都道府県の一つでもある。東京府の行政区域を受け継いだため、 多摩地域や伊豆諸島、小笠原諸島までの広大な海域、当初も含まれる。府県政から都政へ移行した1943年まで、東京府には東京市、八王子市、立川市の3市があったが、都政施行とともに東京市が23区へ解体されたため、東京都の市は八王子市と立川市の2市に減った。その後、新憲法施行に伴い地方自治法が施行され、 東京都三玉地区には西以外にも多くの市が誕生した。東京都区部は東京都東半分を占める23個の特別区から構成される地域である。旧東京市15区の各区部は後に大東京35区に再編、拡大され、戦後東京22区を経て現在の東京23区となった。統計などで、 東京特部を東京という一つの都市として扱う場合もあるが、1943年7月1日に東京市が廃止されて以降、東京特部を一体として管轄する地方自治体は存在しない。また、東京特部は東京都の都庁所在地として認識される。都庁所在地は全ての市町村を記載するという決まりがあるため、千代田区時代と同様に、 東京の都庁所在地として新宿区と記載することができない。条例上の都庁の住居表示は東京都新宿区西新宿2丁目となっている。東京県は東京都区部を中心とする都市圏である。前身は京品用大都市圏として東京都、神奈川県、千葉県を主な東京の都市圏として定められていた。その後、都市圏の拡大により、 埼玉県及び茨城県を含めた区域を東京県と呼ぶようになる。法令上は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県及び茨城県の都県域のうち東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である多極分散型国土形成促進法施行令第6条で定める広域を言う。ここでは様々な法令が引用されているため難解であるが、 まとめると次の区域となる。具体的には国土交通省が告示したものがわかりやすい。国土交通省では首都圏整備法に基づき毎年首都圏整備に関する年次報告を国会に提出しているがそこでは東京圏を東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県と定義している。東京圏の人口は3000万人を超えており人口は 2位のジャカルタと大きく差をつけている世界1位、仮に県民全員が日本人だとしたら4人に1人が東京県民となる。なお、首相官邸による国家戦略特別区域における東京県は東京と神奈川県、千葉県となっており、区分けによっては埼玉県、茨城県を含まない場合が稀にある。東京地方は主として 天気予報における用語であり、東京都から島し部を除いた区域を指す。明治維新以降、人口の東京流入は続き、都市基盤が十分に整備されないままであったので、東京では、貧民状態が起きたり、伝染病が発生したりし、1886年には、東京で、これらが大流行した。森尾外や片山線らは、公衆衛生や水道問題を訴えるようになり、 ようやく1892年になって、近代的な上水道工事に着手、1898年に使用開始。下水道工事は1913年になって着手、1921年に使用開始。東京への人口集中、人口増はとどまるところなく続き、貧困状態と混乱状態は郊外へと拡大していった。 ところがこれに対処するための都市政策は対象両方的な道路建設と貧民救済にとどまったので土地や住民に合致した都市計画や住宅建設が行えなかった。都市計画法と市街地建築物法が制定されたのはようやく1919 19年になってからのことで、これは1923年の関東大震災の復興に活用されたものの計画主体が 内務大臣にあり、あまり機能的な都市政策ではなかった。都市の持つ、自治的な活力を行政に活用できず、ひたすら、上位かたつの都市建設をしようとしたのが、東京不正である、と、北村義美幸は指摘した。東京は、日本の中では、比較的危険な場所である。治安という観点で考察する場合、重要なのは、犯罪遭遇率であるが、東京は、 47の都道府県の中で犯罪遭遇率がワースト2位となっている。東京の住人は118から119人に1人という高い割合で何らかの警報犯罪に遭遇している。東京の通勤ラッシュ。東京は過密状態にある。人口密度は2020年4月時点のデータで6381人平方キロメートルで日本で最も高い。 都心に通勤、通学する人々は、往々にして通勤ラッシュに遭遇することになる。特に高度経済成長期には300%ほどあった乗車率は、近年では輸送力増強や時差通勤、労働人口の減少などの影響によって2009年度以降は、平均混雑率が170%となった。朝には乗客が列車に乗り切れず、駅員が乗客を、 列車の中に押し込む状態が続く。また、感染症の問題は、江戸時代の安政期に狐狸狸狸が流行した、時からこの年につきまとっている問題であり続けている。2020年の新型コロナウイルスのパンデミックが起きると、日本の中でも、東京での感染状況が突出して悪い状態になり、限界体制を敷かざるを得なくなり、東京は以前の活気を失った。 東京の感染率は47都道府県の中で最も高い。7月には新宿のホストクラブや劇場でクラスターを発生させた。どちらの施設も感染症対策を十分にとっていなかったことが指摘されている。7月16日には国会に東京大学先端科学技術研究センターの小玉、達彦名誉教授が招致され、 東京が新型コロナウイルスのエピセンターと化しつつあると指摘し、東京発の感染のさらなる拡大に警鐘を鳴らした。その他にも東京は都市として緑の割合が他の諸都市と比べて極端に低すぎる問題もある。樹木の率は英語でパーセンテージオブグリーンといい、都市計画に携わる人々の間では世界各国で重視されている概念である。 都政ではこれをわかりやすく、緑率と表現し、行政的な課題として対処中。この他にも東京は課題が山積状態である。日本では戦後の1960年代に高度、経済成長とともに、特に東京が最大の焦点となる大都市問題が大きな問題として浮上し、学問の世界では都市社会学の重要の課題になり、 行政の世界では1962年の全国総合開発計画において東京などの過密、過収積が解決すべき問題となり、1969年の新全国総合開発計画に向けて、経済学や建築学の専門家も参加し、議論が深まっていった。1970年代には、学術界ではやや言及が減った。1980年代になる頃から再び、 東京の都市問題に関する議論は急増し、特に財政学の専門家からの発言が増え、また行政担当者の執筆によるものや、労働組合も参加したものなど、都市行政の実務者による研究が増えた。なお1960年から1970年代、あたりから諸外国における都市問題研究の紹介や、文献類の日本語への翻訳が行われるようになり、 その知見や手法が日本人にも知られ活用されることにもつながって、ゆき東京の都市問題の考察、分析にも生かされていくことになった。和文通話表で、等を送る際に、東京などという。また、名字にも東京が存在しており、東京テントによって地名が江戸から東京へ変わった際、名字を変えたと考えられている。ありがとうございます。